じゃあちょっとね休憩タイム入りましょうか。はい。どうも、エルザです。それでは、ダクソ3やっていきたいと思います。さあ、ギリ付き合える顔と言われる僕のキャラクターですが、ちょっとね、まあ、前回の動画と、まあ、ライブの時に休憩中に、あやつを攻撃してみたわけですよ。弓で。そしたら、もろに炎で反撃受けたんだけど、倒すことは可能なんじゃないかなと思うんで、ちょっと、やってみようかな。多分早送りになるんだろうな。あれ当たってない。ちょっと待った。ちゅうことは、例えば、ちょっと待ってね。こうして11。うわー、これは気が遠くなるね。場所考えてやってみよう。さあ来ないよね、さすがにね。さあ27。ダメ。いやーマジで。あと一人がそこにいたよね。で、足やしっかり当てていく。そこまで火力は高くないか。さあ何が出る。クロスボウ。おー、クロスボウ。ちょっとね、横の音が怖くてさ。すっごい足音するからさ。あー、装備できるね。あ、ちょっと待った。もしかしてこれ。矢が別っぽいね。こっち使わなかったもんね、今ね。あー、なるほど。でも装備できるなら。やばい。で、君だよ。おー、ちょ。なんだろう、このあっさり勝てる時の差が。まあまあ、よくあることやね。さて、あの扉か。こっち。ああ、でもお宝もある。上行ってみようか。いるわ。いるわ。あ、バックスタブしたかったー。いいって。うおー、そんな声。あー、やばい、これはやばい。あー、痛いねー。よし、じゃあ奥目指そう。とりあえずこっちの上。あ、
あ、今ので OK だね。ルッツエルン。ルッツエルン。あー、無理だ。あー、パワーだねー。パワー欲しいねー。なんかいるね。いや、でもこっちも行きたいよね。悩む。まあいいや、先行こう。ボスかなー。なんか出てきそうな感じはするけど。あ、しかもはしごもある。おお、お待ちしておりました。日のない範囲を。やべ。貴様に伝えることがあるのです。牧野王たちはこの城にはおりません。皆帰って行ったのです。この城の霊に流れ着き、よどんだかつての故郷へと。防壁の下に向かいなさい。大城門の先、この召喚旗が貴様を導くでしょう。あなたを導くか。え、何？喜んでるけど。なんだろうね。あなたは何を？これやめといた方がいいかな。ちょっと待って、これはこれで嫌なこと、あ、やべ、なんもないよね。じゃあ、ちょっとソウルもらいます。王におなりください。ありがとう。ドスリック様。失敗の水盆。なんでしょう、これは。首を切らんとする騎士像にこの水分を置きたまえ。あ、なんかあるんだろうね。なんか今すっごい戦ってたよね。ちょっと待った。まだあと一個あるね。盛況。なんかトロフィー出たぞ。永久の契約者となる。なんかあるのかな？契約っていうぐらいだから。めっちゃ下燃えてるけど、まあいいでしょう。いるねー。バックスタブ取れるかなー。なんかちょっと様子が違くない？今までのやつと。ちょっと、ちょ。わー、なんかやばそう。ちょっと待って、おー、逃げる。ね、広いのは。あ、逃げた。うわー、なんか強そう。やっぱ追っかけてくるねー。お、これはいいんじゃないか。よし。あー、弓はダメ。じゃあちょっとね、休憩タイム入りましょうか。はい。じゃあ、とどめの、はい。お疲れ様です。熟練の奇跡。そして、ロスリック騎士の兜。あれ？また兜？これしか出てないのよね。こ
これしか出ないんだよなぁ。いやぁ、敵さん。よかったね。で、何も出ない。あー、6000かぁ。これちょっとレベル上げしてきていい？ねえ。これ、下の方行こっかなぁ。Welcome home, speak. Very well, then take note.で、3000か。次はね。15で。そうなんだよねー。その、武器に関して言うと、上がんないんだよなー。今の装備ってね、筋力上げても。出る装備が変わるってぐらいかな。よし、じゃあ、そうだね。今回6話目ここで終了にしましょうか。で、ちょっと下準備して、また、次回続きかな。先行ってみようかね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと短めでしたが、ここまでにしたいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。